こんにちは、柴田です。先日マツコの知らない世界でビジュアル系の特集がございまして、番組終了後からツイッターが湧いてですね、ビジュアル系という言葉がトレンド入りしたというところで動画を撮らせていただいております。久しぶりにですね、メディアでビジュアル系が取り上げられて盛り上がってるっていうのは非常に嬉しいですね。かくいう私シーバードもですね、20年ほど前はビジュアル系のバンドとしてですね、目黒鹿鳴館を中心に活動をしておりました。今回番組のゲストに出演されていた藤谷さんなんですけれども、ビジュアル系の作家さんということで雑誌とかで物書きをされているような方だと思うんですけれども、非常にお話が上手でですね、面白かったです。今回心に響いた2つの言葉がありまして、マツコさんがおっしゃっていたビジュアル系は着地点を間違えなければ今現在もムーブメントになっていたんじゃないかという言葉と、藤谷さんがおっしゃっていた現在のビジュアル系は細分化されすぎていて一言で表すことができないという言葉です。この2つの言葉はですね、全然バラバラなようで非常に近い、同じようなことを言ってるんじゃないかなというふうに感じました。1989年の X のデビューをビジュアル系の起源として、99年の幕張のグレーのライブ、20万人ライブですね、ここをビジュアル系のピークというふうに番組では伝えておりまして、まあ、個人的にもですね、世間体的にはですね、99年あたりがピークかなというふうには思っておりました。まあ、ただですね、僕は99年実際にバンド活動をやっていて東京で活動しておりましたので、まあ、その状況からお話をさせていただくと、ライブハウスシーンっていうのは99年がピークではなくて、どちらかというと99年はですね、メジャーな人気バンドの方にお客さんがこう動いていた時で、その巨大なブームが起きてからちょっとずつですね、ライブハウスシーンの方にお客さんが流れてきたという風なイメージでした。多分グレーとかルナシーを見てビジュアル系バンドを知って、そのビジュアル系バンドっていうのはライブハウスで下積みをして頑張って上に上がろうとしてるんだよという知識をですね、一般の方々が得てきて、徐々にライブハウスに足を運んでくれるようになってきたんじゃないかなっていうのが2000年入ってからですね。2000年入ったぐらいからライブハウスのお客さん増えてきたんですけれども、そのあたりからビジュアル系の細分化、ジャンルの細分化みたいなのが始まったような気がしますね。もちろん90年代もですね、大きく変化した時ではあるんです。89年 X はこういう頭してましたけれども、99年グレーは結構さっぱりしたヘアスタイルでジャケットとかを着てましたもんね。音楽のジャンルもメタルからポップスに動いてきた時代でもあります。なのでこの89年から99年の間にほぼほぼ音楽ジャンルだったりとかファッション的なものは出尽くした感があって、2000年に入ってから個性をどうやって出そうか、ここを僕ら世代のバンドマンがですね、あまりにも考えすぎてニッチなところをこう刺していきすぎたからこそ細分化が起きてしまったんじゃないかなというふうに思っております。当時はですね、もう個性を出せ出せと、もう上からも下からも横からも言われるような時代だったので、人真似をしちゃいけなかったんです。まあ、ただね、89年から99年の方々もう大スターじゃないですか。もうセンスも抜群だし、企画力も抜群だという方々がですね、もう軒並みもうやり尽くしてたんですよ。なので99年の大ピークを迎えた後は、どうしてもマニアックな方向にならざるを得なかったっていうのが僕的な感想です。でツイッターを見ていてですね、結構ね、面白いツイートがあったので、いくつかご紹介させていただきたいと思います。僕の中でですね、今回のツイッターでハマったのがグレーです。グレーなんですけれども、グレーのことをですね、公務員だとか、NHK だとか、ホワイト企業だとか、非常に面白い表現方法をされておりまして、例えば、グレーはビジュアル系の公務員なので、フェスで時間が押してると早く出てきて時間を巻いてははけていきます。かっこその後 YOSHIKI が時間を押すところまでがセット。めちゃめちゃ面白いですね。そしてもう一つ、この際もう一回言うけど、グレーはビジュアル系の NHK です。こ
これはね、ますますグレーのことが好きになりますね。続いてはですね、僕もちょっと気になったところのツイートで、マツコの知らない世界で今日分かったこと。爆竹は紀元前扱い、ラルク・アンシエルはビジュアル系扱いはキンクと。これはね、実際そういう風な扱いされてるなという風な感じがしました。そしてもう一つ、アリス・ナインとかマリス・ミゼルとかディル・アン・グレイとかルナシーとかグレイとかシャツナが紹介されたけど、ビジュアル系といえばこの人以外いない、ビジュアル系といえば加納栄光がなんで紹介されないと。確かにというような感じではありますけれども、まあ、こうやってですね、トレンドでビジュアル系が取り上げられると非常に嬉しいです。番組でも藤谷さんがおっしゃっていましたが、ビジュアル系まだワンチャンあります。一部ではオワコンと言われているジャンルではありますけれども、まだまだ無限の可能性を秘めていると思いますので、今現役で頑張っている方々、これからビジュアル系を目指そうと思っている方々に再度新たなムーブメントを作っていただきたいなと思います。陰ながら応援させていただきます。ご視聴ありがとうございました。シーバルでした。